事件の被害総額は1億2000万円余りに上っています。以上、16日月曜日の主なニュースをお届けしました。時刻は間もなく午前2時を回ろうとしています。さて、12月17日火曜日、時刻はすでに午前2時を回りました。続いては最新の映画情報を先取りでお送りする深夜のムービーチャンネル。じゃあまた明日。明日受付ロビーに11時11時、そうだ、もうすぐ忘れる。わりわり遅刻厳禁ね。はい、じゃね。今日はありがとう。厚みだ。ちょっとあなた、これ下行くけど。ああ、乗るの？乗らないの？いいです。え？いっぱいみたいですから。いいですっていうのはどっちの意味にも取れるのよね。